今日これから取材に出るんですけれども、アートの取材なので、一旦家に帰って少しラフな格好に着替えてから行くことにしました。で、普段だとね、地下鉄乗ったりバス乗ったりして行くんですけれども、まあ、コロナ禍ということで、今日はですね、ウーバーを使います。これからウーバー呼びます。来たって言ってるな、こっちかな。あ、来ました。はい、 Thank you。 ベルトつけて、着いたみたいです。どこだ、ここかな。久しぶりです、この辺り。チェルシーですね。ちょっとね、家からは遠いし、オフィスからも距離があるので、ここのとこ全然このエリアには来てないですね。でも人少ない。アウトドアダイニングなんてことないんだけど、木の色がすごく綺麗ですね。おしゃれ、さすが。ここですね、ここだ。ありました。いや、ニューヨークあるあるです。今日実はプレスイベントだったんですけれども、30分待ってくださいということでした。突然キャンセルになったり、開始が遅れたり、よくあることです。しょうがない、待つことにします。ヒーターがいっぱいついてて、あ、意外と暖かいですよ、ここ。今日は室内の取材ということで、ちゃんとね、まあ、ここのところずっとそうなんですけどね、二重マスクしています。中に不織布マスク、それをフィルターにして、外側にこの布マスクで抑えるっていうのが CDC のおすすめのやり方です。 What's happening? He wants to go to the park? Yeah, he just lost his ball and like now he's like, I want to go back. Oh, you lost your ball. I know, buddy. We have to get a new ball. Oh, そうなんだ。ボールなくしたから公園に戻りたいんだって。かわいい。うわー、これは大変だ。諦めたかな。ちょっと外歩いてみようと思ったけど、やっぱり寒いです。ダメだ、車で行って帰ってくるだけだと思ったから薄着で来てしまいましたが、これはダメ。寒い。1時間が経ちましたが、まだ入れてもらえません。なんだかせっかくニューヨークの取材風景っていうのを、今のコロナ禍でのどうやってニューヨークで取材してるかっていうのを撮りたかったのに、取材ができないという状況に陥っています。1時間は15分ぐらいだから、取材はしたいのでもうちょっと頑張ってみますが、そうね、これの前にも仕事あって、昨日も夜遅くまでだったし、本当は帰ってみたいんだよね。サクッとこれ撮ってサクッと帰ろうと思ってたけど、なんだかうまくいきませんでした。どうしようかな。あ、開いたかな。 OK、 Thank you。 Thank you。
なんかね、一瞬こうふわっとめまいがする感じもします。すごい足元の床が崩れていくような感じがします。なんか見てると引き込まれそう。もうこんなに暗くなっちゃいましたね。ほんと寒い。今日は真面目に失敗しました。こんな薄着で出てきちゃって、ほんと何考えてたんだろう。OK? It's good? OK, thank you. OK, no problem.Thank you. またまたニューヨークあるあるです。今あのタクシーに乗ってたんですけど、あのメーターが壊れてるって言って途中で降ろされてしまいました。寒いし歩いて帰ります。まあ、そんな遠くないんで、あのなるべく近くまで来てくれたんで文句は言えませんが、それではとりあえず歩いて帰ります。ではまた。Thank you.